TKO 世界ライト級王者マク・ホーミニック。16戦全勝でキック王者に輝き、その後も MMA 王者に君臨する期待の新星。 UFC ではプライドでも活躍しているイーブス・エドワーズに勝利。その男がついに日本上陸。シューボクシング I feel is a part of mixed martial arts. So, like through my training, I feel I'm prepared to make this jump into the shoe boxing organization. Just my fighting style. My coach always says I train and I fight like a machine, like I don't stop. And that's kind of the intensity I like to bring to the ring and showcase for the fans. Thank you very much for having us here. The Canadians are very proud to fight in the shoe boxing organization. And myself and my teammates will do our talking in the ring with these.シュートボクシング対アメリカ MMA 対抗戦副将戦、マク・ホーミニック対菊池浩一。シュートボクシング対アメリカ MMA 対抗戦副将戦を迎えます。 70kg 契約、3分3ラウンド制。赤コーナーは菊池浩一、対するがマク・ホーミニックです。解説の吉高さん、まな弟子菊池に、今回来日中最強ではないか、そんな声も聞こえてくるホーミニックが登場です。はい、そうですね、まさしく最強と思いますね。僕もね、いい選手です。映像をご覧になりましたか？はい、2000ほど見ました。ああ、そうですか、はい、どういうタイプなんでしょう？あのパンチにパンチ合わせてくるんで、蹴りが効かなければやばいですね。あの左のレバーが得意です、今みたいな。ああ、そうですか。あれは厄介なんで、今右のフックから最後左のレバーにつなげていきました。あれがね、公式のごとく何回も来ると思うんで、そこをどうするかですね。なるほど、左のミドルキック菊池。アルナちゃん、はい、本当に対戦相手のホーミニックはこう雰囲気ありますね。なんかこう結構伺っている感じも見られますね。ああ、そうですね、特に顔面から今度また最後は左のボディフック、いわゆるレバー狙っていきます。インローを放っていく。アルナちゃんは練習もご覧になったみたいですね。はい、そうですね、練習風景を見た後にインタビューさせていただきました。でもやるしかないというか、勝ちに行きますっていうふうに気合十分でした。ちょっとね、思い入れも特別でしょうしね、はい、ちゃんもそうですね、頑張ってほしいです。はい、吉高さん、立ち上がり菊池の方の動きはいかがですか？冷静にうまく、ね、ブロックしてるんで、今はいいと思いますけど、ただカウンター狙ってますんでね、ホーミックが。あ、そうなんですか。左右何発もかすってますんで、ちょっと今スピードについていってないね、菊池はね。今でも左のミドルからパンチにつなげましたが、すぐまた修正、左のローキックはホーミニック。このホーミニックはサウスポーの菊池に対してどうなんでしょうね、得意不得意？サウスポーには得意ですね。あ、そうですか。だからボクシングのサウスポーはもうめっぽう得意と思うんで、蹴りですね。あ、今はキャッチしましたが、ホーミニック、ただだいぶ研究してるんで、ローキックもね、内ローがまあいいかなと思ったんですけども、はい、結構カットしてるんで、ああちょっと今ローブローですね、1回入ってますね。ちょっと今菊池の蹴りが下腹部に入ってしまったようです。今総合どうぞ。ローブローっていうかね、当たるのも見えてないんですよね。後輩から先キャッ出そうっていう感じなんで、だからよく当たるんですよね。なるほど。当てる方が悪いっていうのもあります。相手が強いとね、結構ローブロー起こりやすいんですよね。はあ、おい、わあ、強い左のボディブローです。もう一つ最後は左に下げます。やはり左がこう一つ大きな軸ですね。そうです。ただ菊池はね、レバー腹ものすごく強いんで、右の膝とか右のボディブローにはちょっとね、難点あるんですけ ど、左系には強いんで、いいんですか、そんなこと言っちゃって。いやいや、それはもういいと思います。インドを放っていきます。しかし今もらいながらも、前にしっかりガードを固めながら出ていきました。最後左を放ったのは菊池、インドを放ちます。でも上のガードはしっかりしてこないと怖いですね。そうですね、あそこをしっかりしてこないと、あんま打たれ強いタイプじゃないんで。最後ブローですか、ボディブロー、ボディブロー、すごい狙ってきますね。わー、これはいいミドルだ。ちょっとガードが下がったような気もしましたが、そうですね、パンチのコンビネーションから最後は左のボディブローにつなげていきます。ああいったサウスポー系の蹴りには慣れてないんでね。あー、総合でもね、左ミドル出す選手ってなかなかね、やっぱりね、足取られるんで、いけないですからね。はい、なるほど。今吉高さんのもとには、もちろん菊池選手も練習してますけど、総合格闘家の選手も多いみたいですもんね。そうです、日本の総合の打撃とかリズムにはね、やっぱりすごく慣れてると思うんで、菊池は。その点は非常に優位ですよね。なるほど。はい、さあ、しかしながら蓋を開けてみて、吉高さんにはどう映ったんでしょうか？前半ホーミニックって感じです。後半菊池ですかね。あ、なるほど。次のラウンドのやっぱり中盤以降をどちらが取るかで、はい、この勝負決まるんじゃないですか、ね。あ、そうですか。春菜ちゃん、はい、
まあ、今菊池選手はしっかり座ってセコンドの指示聞いてますけど、ホームに行くの方は普通に立ったままもう全然ね、もういつも通りなんでしょうね。これがそんなにもう特別な、試合が特別な緊張するもんじゃないみたいな感じですね。結構リラックスした感じでやってますよね。これ会場前も会場開ける前も選手たちはみんなこうアップ、はい、トレーニングするんですけど、彼だけもう普通のスーツ着たままジャケット着たまま、そうでしたね、でジャンプも何もしてない感じでしたね。さあ第2ラウンド始まりました。もう少しホームに行くか目線を下げたりいろいろ振ってきています。やはり最後は左のボディーブローパンチのコンビネーションから左ローキックにつられた。さあ倒しに行くかというところで抱えて、スターも怖いですね。そうですね、今うまくローブに手が引っかかりましたけど、なかったらちょっと頭から落ちてたかもしれないですね。危ないですね、いやすごいこの顔面ワンツーで3つ目が左ボディ。このラウンドちょっと投げを多用されるとねリズム崩れるんで、今出足を止める 今ローを引きましたね。いいですね、すごいローが入ってましたね。カロちゃん止まったもんね今ね、はい、リカカッツ、ね、あれいいですね。カスとしたあのローしかないんで、でも本当にこうリズムを変えるためにちょっと投げも今度対応してこようか、そんなことも考えてるんですね。そうですね、あとねちょっとローを聞いたんで、ホーム距離をより遠くで取ったというかね、逆に下がりだしたんで、これでこのラウンドうまくね、あとローねやっぱ 3,4 発打ちたいんでね、今も張りましたね、内ローじゃなくて奥足のローですね、右足に足の方、蹴らないと多分ちょっと効かないかもわかんないですかね、本当は今からセコンドに行っていただきたいぐらいの気持ちもあるんですが、この奥足なんですね一つポイントが。そうただね、ああいうこのステップ生まれると届かないんですよ。無理に来るところをカウンター狙うんで、左詰めていく、ここをうまくいなすようにします。足取られましたね。そうですね、また来ましたね。いわゆるこう戦略が変わってしまうんです、リズム崩れちゃうんですね。そうですよね、で安易にこの投げられてやっぱり崩されてまた立とうとすると、はい、立つ瞬間って、ね、一瞬ねなんか分からなくなるんですよね。後楽園変なライトとか目に入って、まあ、経験ありますけど、はい、ここどこかなってそのパンチ打たれたダメージじゃないんですけどね、じゃなくて、似たような感じでちょっと分からない感じ、一瞬っていう感じになるんで、それされるとねリズム崩れるんでね、菊池今ロー聞いてていくべきなんですけど、ね、マークされてるんで、なるこれもインド、もう一つ奥も欲しいか、左のストレート、これはスウェーデン逃れています。前蹴り、菊池も一つ前蹴り出して左顔面と捉えた、しかし右がテンプル捉えます。菊池のバーローも出してきます。本当に打ったらすぐ打ち返してくる選手ですね。ボクシングテクニックはね、まあ、ビデオ2戦見てますけど、相当あるんで、今の動きなんか完全にステップとか華麗ですね。菊池はねボクシングしたらダメですね。ミドルキックを足取られて倒されましたけど、ミドルとハイの真ん中ぐらいの、ね、ちょっと高さ蹴れば取らないんです、取れないんですよね。なるほど、腹蹴ったらダメですね。ちょっと腕の真ん中ぐらい蹴ってほしいですね。左フック、これは空を切りました。でも本当にさすがボクシングこう積んでるのが上半身柔らかいですもんね。この選手はね、イーブス・エドワーズにはボクシングとかのパンチで干渉してますから、いいですね。プライド・ブシドやプロシュートのリングに曲がっているイーブス・エドワーズ、レバー潰すのはミドル、その後は今度はパンチ、それで勝っているのがマーク・ホーミニック。春菜ちゃんどう映ったか伺いましょう。はい、マーク・ホーミニック選手はすごくこうちょっとしっかりした選手で、結構頭脳を使いながらも戦ってるんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですけど、こう上半身が柔らかいですよね。もうすごいですね。さあグローブ合わせます。最終ラウンド第3ラウンドを迎えます。うわやっぱりパンチショットプレッシャーですね。まずローキック、前もうまく使ってきます。そして柔らかい上半身、ちょっとバランス崩した菊池、これは問題ありません。最終の第3ラウンドです。ここまで対抗戦自体は先鋒戦は石川が勝利しています。1勝です。ここで菊池が勝てばシュートボクシングの勝利は勝ち越しは決定、勝って尾形につなげるか。左のジャブから左、右のジャブから左フックにつなげます。左ショート、今度はボディアッパーです。ローキックを放ったのが菊池。ちょっとこの展開良くないですね。完全に間を見切られてるんで、シムソンとエスカップでやったことを見てますね。あーなるほど中に入れないんで、ま
いわゆる技術ですね。それはもう完全に本人の、ね、右足効いてるんですけどね、非常にクレバーで諦めないし、そうですね、ロープで詰められても余裕があります。ホミニック全然相互の選手の戦い方じゃないですね。じゃないですね。そうですね、ボクシングキックっていう言葉があるのかどうか分かんないですけど、ね、そんな感じですかね。なるほど、確かにそんな感じ。そうですね、しかもボクシングでもボクサータイプじゃなくファイタータイプじゃなくてボクサータイプ、そうですね、アウトボクシング、ね、今もカウンター取られたんでどうにつなげます。あー、そして東京でこれがちょっと怖いですね。今まで出血しちゃいましたね。大丈夫か。もうレスリングもやってるの分かりますね。そうです、今のはちょっとねシュートっぽいかったんで今ちょっと攻め込んでますね、あ、鼻血が始まってますね。やはるなちゃん、ちょっとこう菊池選手が捉えきれなくなってきてる感じがしますね。そうですね、ちょっと焦りとかも出てきてるんじゃないですか。最終ラウンドですもんね。そうですね、立て直して頑張ってほしいですね。まだ1分あります。はい、いやもう本当にバックローを引っ付いた。スマートを攻めたい。吉田さん、残り1分です。そうですね、ちょっとねもう詰めて打ち合ってもいいですね。左のミドル、左の前蹴りでもいいんで、その辺をちょっとついていきたいですね。なるほど、うん、やはりどうしても上半身の攻撃、顔面の攻撃、つまり詰めていく。一つ膝が今入りました。さあこの組んでからの展開見たいんですが、ここはレフリーが分ける。残り30秒です。そうですね、ちょっとローボー気味でした。お、続けます。ホーミニック、今の前蹴りですね。前蹴りを使うと面白いかもしれないですね。ウィーブというか腹を動かすんで体をね、ああいうタイプって真ん中を刺すというかね、針で刺せばね結構いいんで、それしかちょっと日本中ね対抗できないですね、ああいう動きされると。そして受け身の首を抱えてきた。これはそこから助かった。残り使った。しかし無情にもここで試合終了のゴングが鳴らされます。戦いは判定です。結果は判定に委ねられます。春菜ちゃんに伺いましょう、はい、どんな印象ですか。一緒に練習も、ね、こう見ていた、取材もされた選手。そうですね、今こう終わった後ちょっと悔しそうな表情を浮かべたのが目に入ってしまいましたね。確かにそうでしたね、はい、吉田さん、最後ちょっとアッパー効かされましたね。右のアッパー、下からの攻撃ちょっとね、ランがあるところがあるんで、今までずっと 1,2,3 ラウンド、あ、3ラウンド途中まで、はい、右のジャブとかストレートにアウトにヘッドスリップして、ね、左のアッパーだったんですけど、初めて右アッパー入れてきましたね。だそれでやっぱちょっと弁食らったもあると思いますね。さあ判定を聞きましょう。お知らせいたします。ジャッジ大村30対29、青コーナーマーク、ジャッジ和田30対30ドロー、ジャッジ北尻30対28青コーナーマーク、以上2対0をもちまして青コーナーアメリカ MMA マーク・フォーミン選手の判定勝ちでございます。ハルナちゃん、余裕ですか。余裕ですね、終わった後も椅子に座ることもなく見立てまでしました。いや確かに強い。吉田さん、まあ、2対0という判定結果ではありましたが、どんなふうに映ったんでしょう。ちょっとテクニックでかなり下がりましたね。まあ、そこはやっぱり強引に馬力というかね、SB で培ってるキャリアというか、まあ、最後のやっぱりテクニックでもう、どうもこうもいかんときはもう少しやっぱ5センチ前に詰めるしかないですね。打たれても、まあ、そこがちょっとね5センチ詰めても詰めるスピードが菊池の踏み込みが遅いんで、もうちょっと聞けなかったかなって感じですかね。世界の他競技との対抗戦が今年の軸になっています。シュートボクシング M 走シリーズその3弾、第3弾セミファイナルに登場がこのマーク・ホーミニック、菊池浩一を下しました。いや世界は広い、強い選手がゴロゴロしています。さあこの後はいよいよ対抗戦です。